こんにちは、ドクロボニーです。名古屋のファミリーロックバンドです。家族でバンドで演奏していきたいと思います。まず1曲目は皆さんも多分ご存知の曲だと思います。ブルーハーツのカバーで、リンダリンダ。ドブネズミみたい、美しくなりたい。写真には写らない、美しさがあるから。彼は大きく聞こえてるんですけれどもね。パパ、パパ、モニター下げて。はい、次はね、私たちドクロバニーのオリジナル曲をやっていきたいと思います。今日は堀田祭りでね、美味しい食べ物がいっぱいですね。次ね、食べ物の曲、オリジナル曲3曲続けてやっていきます。食べ物ってここにあるの？あちこちで売ってるよ。焼きそばもあるし、クレープもあるしね。後で買おうと思ってる。綿菓子もいいね。次ね、あのピザ食べたいっていう曲で、私がピザ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 って言ったら、ピザ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 、なんとね、お客さんに振るところがあるので、よかったら交代で歌ってくれるととっても嬉しいです。なんかね、声出すの恥ずかしいよってした子、腕を上げるだけとかでも全然 OK です。それでは行ってみましょう。ドクロバニーのオリジナル曲で楽しんでいきましょう。ピザ食べたい。ワンツーワンツースリー。
温めたいという曲でした。一緒にね盛り上がってくれてとっても嬉しいです。堀田祭り楽しんでますか？次はねもう一曲食べ物の曲、ピザを食べたら次はパスタが食べたくなってきたということで、次の曲はパパパパパスタ。いいよ。パパパパパスタでした。続きましてですね、またちょっと食べ物の歌をやっていきたいと思うんですけど、これはね、あのそこのフィールに売ってるやつの歌ですね。やらないね。豚バラをね、我々豚バラ愛してるんで、豚バラを今日はフィールで買っていっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、急にくな感じね。はい、豚バラの曲やります。豚バラララララ、いいよ。あーっと、あーっと、
ララという曲でした。はい、ドクロバニーです。はい、ドクロバニー、インターネットでですね、コンテストなんかを中心に、活動しております。もし手持ちのねスマホとか、パソコンのインターネットからねドクロバニー検索していただければ活動情報でできますので、ぜひ調べてね。あ、そう、今日もし写真撮ったよという方見えましたら送っていただけるとありがたいです。はい、自分で自分たち撮れないのでね、そうそうそう、とっても嬉しいです。自分たちのステージの写真の使わせてもらいます。それでは次はこの、ね、真ん中のそうちゃん、私たちの長男、7歳小学校2年生のそうちゃんが歌う曲です。ねえ、やるの？やるよ。ママさっきさ、水筒の下をやるかって聞いたじゃん。やるってやんないってママ言ってたよ。行くよ。水筒の下を、あーって、はい、ありがとうございます。豚バラでした。次は、さっきも紹介したけど、大きい声で聞こえない。小学校2年生7歳のそうちゃんが、歌います。最後まで英語で歌うので、応援してください。スイートホームシカゴ、ワンツーワンツースリーフォですけど、すごい盛り上がりですね。お客さんいっぱいでびっくりです。私たちはドクロバニーと言って名古屋のファミリーロックバンドです。家族でバンドをやってます。ネットでもね、いろいろ活動してますので、よかったらドクロバニーで検索してもらえると、 SNS やってます。インスタとかね、ツイッター X とかありますので、気軽に話しかけてもらえたら嬉しいです。あとライブ告知、来週の日曜日
に、港のララポート港で、島村楽器の音開きというイベントに出演します。無料です。2時から1回野外で、野外のところでやります、ステージでやりますので、よかったら見に来てください。観覧無料です。はい、それでは最後はね、皆さんおなじみの曲でおしまいだとおしまいにしたいと思います。メンバー紹介か、まずは小学校2年生7歳のドラマ、そうちゃん、弟ゆうちゃん恥ずかしがってるね。そして